市民の皆さん、こんにちは。市長の阿部博之です。日々の感染者数は本当にびっくりするくらい急激に減少しています。飲食店の営業も以前の時間帯に戻り始めています。ただし、まだ警戒は怠ってはならないと感じています。今回はワクチン接種のその後、市政施行50周年事業、多摩中央公園西側のレンガ坂の大規模改修、第31回多摩映画祭などについてご紹介します。まず多摩市のワクチンの接種状況ですが、2回の接種を終えた12歳以上の市民の方は 80.2% となっています。10月16日から多摩市立健康センターで再開したモデルナ社製のワクチン接種も順調に進めています。予約なしのワクチン接種の枠も余裕のある状況です。接種は11月29日まで実施しますが、1回目の予約は11月1日までにお願いします。このフリップをご覧ください。明年2月ごろに予定している3回目のワクチン接種のスケジュールです。すでに報道でご存知の方も多いと思いますが、2回目の接種終了後おおむね8ヶ月以上経過した方が対象となります。まずは医療従事者の皆さんから接種を行います。市町村から接種券を郵送しますので、早い方は11月中旬には手元に届くと思います。医療従事者以外の市民の方への郵送は年が明けてからの予定です。接種は原則として集団接種で行います。会場は聖蹟桜ヶ丘、長山、多摩センターのそれぞれ駅近くの会場で行う予定です。なお、接種券の発送方法や予約方法については1、2回目接種の反省を踏まえて、接種を希望される方にとって負担がないように工夫していきます。一定年齢以上の方についてはあらかじめ接種日を指定させていただくなど、安心して接種ができる環境を提供させていただきます。詳細がまとまり次第改めてご案内いたします。次は多摩市の市政施行50周年記念事業に関わるいくつかの紹介です。まず11月3日に長山北公園で40年前に埋めたタイムカプセルの発掘と、30年後に開封するタイムカプセルの埋設を行います。40年前、市内の児童館で子どもたちが制作した作品を開封しますが、当時の子どもたちを多摩高校やメディアを通して声かけさせていただき、9人が名乗りを上げていただきました。3日はその方々と、今回新たに埋設する準備を行っていただいた児童館の子どもたちに集まっていただき、開封と埋設のセレモニーを行います。当日の天気が良いことを祈っています。楽しみですね。次のフリップをご覧ください。11月1日から多摩市で出生届、婚姻届を出される方や、多摩市にお住まいで今年4月1日以降にお生まれのお子さんのいるご家庭に、日本アニメーションの協力により世界名作劇場シリーズの動物キャラクターのイラスト入り記念書、そして記念ファイルを差し上げます。また住民票等証明書の台紙にもこのデザインも刷り込みます。この事業は多摩市が進めている妊娠・出産・子育てなどを応援する
みんなでたまっこ応援プロジェクトによるものです。このほか後進の方には送付済みですが、10月から多摩市でお生まれになった新生児、転居されてきた中学3年までの子ども、児童、生徒の皆さんにお渡しする子ども医療費の助成に関する医療証を収納するクリアケースにも、この動物キャラクター入りのイラストを印刷したものを配布いたします。ぜひ多摩市でお手続きください。次のフリップをご覧ください。多摩市の市政施行50周年を記念して、多摩市にクラフトビールの文化を創造しようと、多摩市に住む若い皆さんが、多摩ベースビールというブランドビールを制作しました。若者たちの思いを受け止めた、多摩村以来の伝統がある小山商店さんが相談に乗り、クラフトビールを作る石川酒造さんとのコラボを実現させました。第1弾として、イングリッシュペールというスタイルのビールを選択し、地元の若手デザイナーが多摩市の風景をデザインしたオリジナルラベルを作成しました。長山団地がデザインされています。お求めは多摩市赤戸にある小山商店さんまで。1本330ml、税別で500円です。次に多摩中央公園西側のレンガ坂の大規模改修のご案内です。このフリップをご覧ください。レンガ坂は1981年から82年に旧住宅都市整備公団により築造され、多摩中央公園と商業施設に挟まれた百合の木の並木と直線の坂による良好な景観を有する自転車歩行者専用道路です。次にこのフリップをご覧ください。築造から約40年が経ち、近年では自転車や歩行者との接触事故の危険やレンガの老朽化等により滑りやすい路面となったこと、また大きくなった百合の木は地中に共同鋼が埋設されていることなどにより根が十分に張れず、台風などの突風による倒木が発生しています。そこでパルテノン多摩や多摩中央公園の改修工事、多摩中央図書館の建設と合わせ街路地の更新を行い、遊歩道を広げる工事を2021年から22年度に行います。改修工事にあたっては2018年からこれまでに自転車と歩行者を分離する社会実験やオープンハウス形式による説明会、パネルアンケートなどを実施し、去る10月2日にもリンクフォレストで説明会を行いましたが、知らなかった。百合の木の並木とレンガ坂は多摩ニュータウンの象徴。百合の木の全面伐採はあまりに景観を無視しているなどの声をいただきました。市としても市民の皆さんに愛されてきたこれらの景観と百合の木、そしてレンガ坂に寄せていただいている思いは理解しているつもりです。2ヶ月程度工事の着工を遅らせる決断をしました。12月には改めての説明会を開催いたします。市民の皆さんのお力をいただき、市の改修計画にもご理解を賜りたいと考えています。よろしくお願いいたします。最後に
次のフリップをご覧ください。第31回多摩映画祭が今年も華やかに開催されます。11月13日から21日まで関戸公民館、長山公民館で開催されます。第13回多摩映画賞はパルテノン多摩が大規模改修中のため、本年も府中市の府中の森芸術劇場で開催されます。俳優、監督、制作者など多くのゲストも訪れる素敵な映画祭、ぜひご来場ください。次回の配信は11月13日です。10月31日は衆議院議員総選挙の投票日です。期日前投票もあります。投票をお忘れなく。では